こんにちは。金城学院大学入試広報部です。最近の大学入試は非常に複雑化しています。各入試の特徴を理解することが入試を乗り切る第一歩になりますので、自分に合った入試を見つけて早めに対策してください。この動画では現在の高校3年生の皆さんが対象となる学校推薦型選抜一般公募制推薦入試について説明します。本学の一般公募制推薦入試は5つの型があり、それぞれ入試形態が異なります。すべて学校長の推薦が必要です。詳しい出願資格などについては、入試ガイドやホームページをご確認ください。出願期間及び合否発表日についてはご覧の通りです。それでは5つの型について順番に説明していきます。1つ目は適性検査型です。音楽芸術学科を除く全学科で実施します。選考方法は出願書類を審査の上、2科目の適性検査と学習成績の状況を得点化したもので判定します。適性検査の内容は基本的には国語と英語ですが、食環境栄養学科、薬学科は英語と化学になります。問題冊子は2科目一緒に配布しますので、自分で90分の試験時間を自由に配分できるのがポイントです。どの科目も全問マーク式です。続きまして、小論文型です。音楽芸術学科、環境デザイン学科、食環境栄養学科、薬学科、看護学科以外の学科で実施します。対象の学科はこちらです。学習成績の状況 3.0 以上が出願資格の一つです。また、800字以内の志望理由書を提出していただきます。選考方法は、これら出願書類の審査と小論文で判定します。小論文の試験時間は60分です。小論文の出題傾向は断言することはできませんが、例年、文章を読み、要約する問題と、文章を読み、自分の考えを述べる問題がほとんどです。学科によっては、漢字の読み書きの出題もあります。テーマは、各学科の学びに沿った、現在社会問題になっているようなテーマなど、時事問題が多いです。普段から新聞、ニュースなどに触れながら時事問題を気にしつつ、それに対して自分はどう思うのかと考える意識の積み重ねが大切になってきます。続きまして、資格面接型です。資格面接型は4つの学科で実施をしています。対象学科はこちらです。資格面接型は、取得した資格や活動実績を評価する入試です。選考制の入試ですので、合格した場合は必ずご入学いただくのが条件になります。学習成績の状況による基準はありませんが、800字以内の志望理由書を提出していただきます。対象資格の詳細は、入試ガイドやホームページでご確認ください。選考方法は、出願書類を審査の上、当日の面接で合否を判定します。続きまして、音楽芸術学科のみ実施する芸術型です。こちらも小論文型と同様に、
学習成績の状況が 3.0 以上、出願書類として800字以内の志望理由書を提出していただきます。当日は楽天、聴音とピアノ、声楽、管楽器から一つを選択する実技試験、そして面接及び書類審査を行います。続きまして適性検査面接型です。こちらは薬学科のみ実施する入試で選願制となり、合格した場合は必ずご入学いただくのが条件になります。学習成績の状況による出願基準はありません。全問マーク式の科学の試験と面接、書類審査で合否を判定します。まずは併願受験も可能なことです。適性検査型と小論文型は同じ試験日で、午前に適性検査型、午後に小論文型が行われます。併願割引もございますので、ぜひ両方の受験を検討してください。例年小論文型志願者の約8割が適性検査型を併願して出願しています。地方試験会場でも実施しています。本学以外にも3つの地方試験会場、豊橋、岐阜、四日市があり、ご自宅から近い会場で安心して受験可能です。ただし、資格面接型、芸術型、適性検査面接型は地方試験を実施しませんのでご注意ください。次に合格の分岐点についてです。実は各入試において、合格最低点の前後5点あたりに非常に多くの受験生が集中します。この5点、問題にして1、2問で合否が分かれるため、問題の特徴を知っておくことがとても大切です。赤本や河合塾が行った本学の入試問題の分析をざっくりまとめると、難易度は標準からやや優しい。難問・鬼問はほとんど見受けられず、教科書をしっかりやれば対応できる。普段から高校での授業にしっかり取り組むことが大切となっています。過去問題集を無料で配布しております。科目別での詳細な入試傾向も記載していますので、まだお持ちでない方は、ぜひ受験生応援サイトより資料請求してください。続きまして、奨学金へのチャレンジについてです。本学の一般入試前期、2科目型、3科目型、共通テスト利用入試前期は、年間の学費が50万円になる、金上サポート奨学金の対象入試です。実は併願制の一般公募制推薦入試の適性検査型、小論文型、芸術型の合格者も金上サポート奨学金を狙って一般入試前期や共通テスト利用入試前期にチャレンジすることができます。すでに合格したという安心感を持った上で奨学金へのチャレンジに集中するというのも良いかもしれません。実際に毎年、一般公募制推薦入試に合格した方で、金上サポート奨学金の対象になる方がいます。ぜひチャレンジしてください。金上学院大学でお待ちしております。